GK1933 プロテクトレザーメッシュグローブグレンというタイプのものですね。はい。これも GK193 のアップデートのモデルですね。ちょっといろいろ苦しくてですね。はい。まあ,あ、本当にいろいろなものが値上がりしてしまっているので、はい。こちらがブラックレッドのカラバリなんですけれども、はい。厳密に言うと、GK193 の時よりも、ちょっと、その、本側を使用している範囲を減らす。 さざるをななくっってしまったっていう感じですね、はい、ナックル周りは本革になっておりますが他の部分はですねあのいろんな素材を組み合わせたりとかして、はい、なんとか工夫しております、はい、その強度の必要な部分はねあの手のひらのスライダーの周りとかもかなりあの摩擦が摩擦対摩擦性が必要な部分なのではい 本を使っていまろ、はいろまあ高騰してたりとか、まあ、あとはまあ為替の影響とかものすごいはいいろんな要素があるんですがその中でもですね落としどころを見つけていかなきゃいけないので、まあ、それを一つ形にした商品になっています、はい、見た目も機能も保護性能も、はい、全て両立した仕様ですねはいこのな指先のところもですね カーーボンプロテクター入っいとかですね、はい、保護性能には気を使った商品ですね、はい、こちらがブラック、はい、すごくいい締まった感じですよね、はい、真っ黒の中にポイントをいろいろ入れていると黒に黒でロゴを入れたりとかですね、はい、うるさくない中で味を出すと色を出すと、はい、うまくできている いいんじゃないかなかと思いますねこちらがホワイトブラックですねちょっとホワイト入るだけでレーシーな雰囲気が出せるかなというところですねはいこれもはいとレーシーな車両にはすごく合うんじゃないかなというふうに考えておりますはいこちらちょっと分かりづらいんですけどダークブラウンですねブラウンですよねはいこれもねちょっとアーバンな感じがすごくごつい中にもアーバンな感じが出せるので すごくうまくバランスが取れる商品なんじゃないかなと思いますね。はい、こちらがオリーブですね。これもオリーブアーバンな色合いが出せるこのねそのアーバンな色合いの中でカーボンをミックスしてるってところですごく何て言うんですかねあのこれでちょっとネオレトロな車両にも合わせて乗っても全然おかしくないと思いますしね逆にあの面白いんじゃないかなというふうに考えておりますので。はい これで gk1933 のカラバリの紹介を終わります。はい、ありがとうございます。